8年前の私が60歳の時に印刷会社の7割は機械をを捨てれば生きき残るという本を書きました当時はなかなか理解ができない環境がありましたけど今は設備過剰それから大型の機械を入れることによって生産量のアップ速乾性の機械が入って仕事量が大量に短時間にできるようになりました。 そんな時に印刷通販というまた新しい勢力が出てきた中で製造業として生き残る印刷会社と営業にシフとして生き残る会社と私は当時7対3この3割の強力な製造業の人たちとお付き合いすることによって私たちは営業に専念することができるそんなふうになりました。印印刷刷会社からオフセットの印刷機を えー、外に出すそうすると紙の倉庫はいらなくなくりますねそれからアルミの板を作る CTP の設備だとかアルミの板だとかそれからウエスだとか廃液だとか、えー、印刷機械を動かすためにはそれの数倍のスペースがいるわけです、えー、当然加工機があったりもするわけですでもそれは製造業の人はそこに、えー、集中しなければいけませんが あどこでも同じようなものができる、えー、そのような機械だったらもう今はデジタル印刷機に変えて、えー、営業に専念することを私はずっと説いてきたわけですそんな時に、えー、名前を一緒にしてこれからフランチャイジ、まあ、ボランタリーチェーンといいますかねそんなものを考えたのが販促百貨店楽太郎です反則百貨店楽太郎には 例えば私たちの仲間ができる小ロットの新聞印刷だとか例えばうちわだとか偽造防止のチケットだとか印刷についてもパッケージからいろんなものがあります封筒からその商品がそこの棚の中に置いてあるロットに応じた売り希望価格が書いてあるそして発注先の 依頼先のの担当者の連絡先がそこに書いてあるそうすればそこにコピーライターもしくはデザイナーの人もしくはウェブ制作のできる人たちが留守番をしていれば、えー、商品によってインタビュー手術とか用意してありますから、えー、お客様がいらっしゃったら、えー、どんな商品でどんな人たちに渡したいか。 どんな印刷物が使い作りたいかと折り込みチラシが作りたいのか DM が作りたいのかもしくは小冊子が作りたいのかそれは相談すする場所なんですねインターネットで印刷通販頼むといってもそのような細かい相談いろんな資料はあるけどそれをまとめることができないランサーズだとかクラウドワークスだとか えー、依頼できるところがありますけど、えー、その依頼すらできない方たちが多分、えー、世の中には七割八割いると思いますそのような人たちのおまず原稿を整理するところがこの販促百貨店楽太郎だと思います、えー、その時には公務店さんなら公務店さんがこんなコンテンツ入れるといいよとか飲食店さんにはこんなあ集客のお イベントミニイベントが用意されたらどうですかとかそのような、えー、ものがあってそれをどう応用するかスクラッチカードを、うん、外れって言ったらそれで終わっちゃいますけどそこでモバイルでシリアルナンバーが書いてあってダブルチャンスで何かが当たるとなるとスクラッチカードの印刷の料金ではなくてそのモバイルで、えー、抽選をする。 えそしてそのノベリティまで用意ができるえこれがこれからの印刷業の情報サービス業になるまず第一ステップだと思いますえそのようなスペースに例えばあランニングページができるとか通販サイトができるとかえムービーメーカーができるとかっていう人もいるわけですねコピーライターもいりますえデザイナーもいりますウェブ制作もいります ものこれからの印刷業はそのような多岐にわたるネットワークされた仲間たちと常に交流することによってお客様が依頼したいものをワンストップで提供できるそれが反則百貨店楽太郎の立ち上がりのキットは用意してありますので反則ファクトリーにご連絡いただければその資料を送らせていただきます。 その見ていただいてどんなことができるかを判断していただいてからこのネットワークに入っていただければ幸いです。